どうもゴイゴイです、うちの事務所の会長が追放されました。事務所からで、僕は彼に頼んでたことがいっぱいあるんですけど、無職のニートです。何もできません。彼はもうナイト系に飯田入るかもしんないんだよ。今カミングスーンってなってるけど、もうこれ完全にシルエット飯田なんだよね。しかもなんかニャイト系になってるけど、なんでこれ。猫の日、そんな時期で名前を変えるなんてすげえアイドルグループだ。なんか曲上がってるけど、何これ。なんか急になんかついに曲までできてるぞ。嘘っぽいな。だって動画編集とボカロの音声いじれる人が中の人ってことでしょ。結構クオリティ高ない。相馬おかえり、しかも相馬おかえりソングなんだ。嘘っぽいな。一体本気で誰かやり始めてるな。本当にネタじゃなくなってきてるぞ。だいぶ大丈夫かこれ。なんとまた新しい歌がナイト系から出たらしい。しかも一人入ってるし。なんとこの度ナイト系にね、賭け麻雀して、ライバー、その他クリエイターに大迷惑をかけた飯田。飯田がナイト系に入って、しかも圧力宣言というボカロを上げたそうです。何これマジで。誰が作ってんのこれ。ほんと中の人。おいふざけんなマジで。ふざけんな。おいいじゃん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 。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ちょっとネタがいいね。コアだね。うん。狂い咲きを東谷にするのね。暴露したね。東谷。いいじゃないですか。これ歌詞のセンスがいいね。歌詞のセンスが。今回は。いやもう最後も気になる人は見ろよ。別に。何なんだこのおい、これ飯田だけまた実写だけど、これどうせまたイラストなんか届くんでしょこれ。マジでこれ言っとくけど、俺これ、一応言っとくけど、これがなんか、後に大炎上したとしても、俺知らないからね。俺関与してないからね。俺ただ紹介してるだけだから。やめてね。関与してないから。怒んないの？怒んないが、今、相馬がね、メンバーシップでずっと配信してるんですよ。引きこもりのように。こいつ、もう表で活動できないんでしょ、怖くて。だからね、そう、こそこそとね、限定で放送してるみたいだから。